リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリンとです。はい、本日はこちら、CSM ライドブッカーです。やっと届きましたね。去年予約していたものがようやく届いたって感じですね。はい。いやー、まあね、これはもう事前にね、買ってたものなのでやっと届いたよっていう感じでございます。なんかね、この今ね、こうペットの動画ね、いろいろ上げておりますけれども、その病院のお金とかね、いろいろかかって、ああ大変だなーって思ってる時期にこういうのが届くと、ちょっとご褒美な感じですね。いやー、なんか心がね、こう子供に戻れるというか、それなんか大人ってほら、お金の部分とかやっぱ気にしちゃうじゃないですか、っていう部分がね、現れるなっていうところでございます。いやー、やっと届いた。事前に買っといてよかったっていうやつです。なのでね、今後ね、なかなかこういう風におもちゃ買うのはなかなかすぐポンと買えないと思うんで、本当に欲しかったやつ、届きました。じゃあ早速開けていきましょうって言いたいんですが、実は一回開けてるんですね。電池だけ入れておこうと思って開けました。めっちゃ寝巻き。ほっ。電池だけ入れて、特に遊ばずに、しまってしまいました。あ、外箱はね、こんな感じ。こっちがソードモードで、こっちがガンモードですね。で、開けると、中に、ソードモードとガンモードの変更の、取扱説明書と、上蓋。そして、横につける、これは、ホルスターだね。ちょっとね、あっちに、ディケイドライバーをね、閉まっちゃってるんで、ディケイドライバーと、まあ、連動して遊ぶものではないので、これはこれで遊んでいこうかなと思います。あ、はい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 。これが延長の、延長パーツですね。これは後で使っていきます。でね、この、紙とかね、全部取っときたいんですよ。と、これの、あ、はいはいはい、ガンモードの、ガン部分の延長パーツ。そう、全部ね、今回差し替えで再現されているということで、昔のライドブッカーは私はちょっと中古ショップで触ったことがあるだけなんですけれども、ガチャンって、剣に変形はするんですけど、剣の部分がね、短いっていうところがあった感じですね。あと、あれだね。剣モードにしたとき、ソードモードか。にしたときの、グリップの補強パーツ。あ、結構、頑丈だね。簡単にパキッと折れそうではないね。なんかね、この辺折れちゃうんじゃないかなと思って、これ。この、カチンってつける部分ね。なんですけど、今触ってみる感じ、そんな簡単に、パキンと折れちゃいったりは、しなさそう。ちょっとこれつけたはいいものの、こっちの耐久力ねえんじゃねえかってちょっと思ってたんで、よかったです。お!いや、これが今回の大物でしょう。ソードモードのソードパーツ。なっか!長い長い。すごいね。いやー、もうほんとディケイドね、大好きだったので、もう10年前ですよ、ディケイド。そしてライドブッカー本体ね、出して電池だけは入れたんですよ。ほんとそこで終わってるんで、遊ぶの楽しみでしたね。いや、ちょっと動画撮る時間がね、なかなかちょっとすぐ撮れなくてあれだったんですけれども、やっと動画撮れますね。そして取説の方がどんなのが入ってるのかな。補助パーツ、遊ぶときのお願いっていうことの補助パーツの説明ですね。まあ、多分このまんま、こうやって遊んでると、なるかな?あ、ほら、なっちゃった。わかる?わかる?よいしょ。ここを押すとね、ここの部分のボタンを押しながら、こうやって、なるんですけど、こうやって遊んでても、本来振り回してはいっぱい遊んじゃダメだよ。なんですけど、危ないんでね。こうやってね、ほら、なっちゃうのよ。ボタンを押してなくても、カチャンって。
だから補助パーツをつけて振り、まあ基本的に振り回しちゃダメだけど、あのちょっと振るときっていうのはそういう感じで遊んでねっていう形の補助パーツですね。補助パーツの説明ですね。と、あ、今回ペラ紙1枚なんだね。付属品の説明と音声の説明ですね。カード復活音とか。はいはいはい、長押しでとかっていう話ですね。なるほどな。カード持ってこようか。カード多分入れないとなんで、ちょっとカード持ってきますね。よいしょ。さてさて、カード。とりあえず、あの、牙までの10枚を持ってきました。さて、遊んでいこうかな。じゃあ、まずは、電源。で、セリフモード遊びと普通の遊びとあるんで、普通のモードにしましょう。ここに電源ボタンがあります。で、電池はね、ここが電池部隊になってます。ここの下のグリップをね、外すパーツがあるんですけど、ここの部分を外して、で、ここを、ドライバーとかで押して、スライドして入れるって感じですね。それは先に入れておきました。電源オン。いいね。でね、これ変形音がね、鳴るの。で、剣になった時の音がね、鳴る。これはね、ちょっと YouTube で動画見てしまいました。いいね。で、どこで開くんだこれ。ここが、この上の部分を押しながら開くと。すると中に、こっちにカードが入れられる部分と、ここにカードの入れられるところがあって、ここに、カードを取り出した時の音が鳴るみたいですね。ってことで、カードを1枚。2枚ぐらい入れとこうか。で、もう片方に、ここにもカードを入れるところがあるんで、何枚入るかな？あんまり多く入れすぎて擦れちゃってもあれだな。3枚ぐらいにしとこうか。で、ここにパーツがあるんで、カチッとしておきましょう。あ、でもなんだろうな、そこ空画にしとこうか。で、こっちをこんな感じで変身のカード入れとこうか。ちょっと入れすぎかもしれない。はい、こんな感じでね。一応ここのスライドパーツがついてても、クッとここに指を入れて、ここですね。で、上にスライドしてあげるとカードを取り出せますね。で、こっちもこんな感じで取り出せますね。抜くと取り出したやつやりにくいのと、ちょっとカード入れすぎかな。3枚ぐらいにしとこう。こんなもんにしとこう。ちょっと何枚かはそっちに入れてください。でもここにつけてだよ。だからベルトがあったら、こっからこうやってつけて変身。あ、じゃあこうか。変身でガチャンって感じね。いや、このカードの抜き出し音入ってるだけで十分いいね。で、他のボタンがここか。だから、ここから抜き出した音が鳴る。で、って感じか。だから、今のを再現すると、カードを抜き出します。構える。そして、入れるって感じですね。で、これをセリフモード遊びですると、どうなるのかな？セリフモード遊びは、このボタンを押しながらって書いてますね。通りすがりの仮面ライダーだ。ああ、いいね。セリフモード入ってると思ってなかったら、すごいいいね。これで、抜きます。カードを、かざします。そして、で、入れると。で、ガシャンと。
で、ディケイドってなるわけだよね。もういいね。はい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 。なるほどなるほど。はい、こんな感じの遊びになります。では次はセリフモードのまんま。ここの上のボタンを長押しをして、全部で何音だ？全部で7音入ってます。まず1音目。カード柄消失音。あ、はいはいはい。第1話の時にカードの絵柄がふわーって消えたやつね。響きとかに変身し終わった後にカードの絵柄が消えてくるやつ。で、次は復活音、クーガ。ははは、クーガが復活した時。で、次がブレイド、ファイズ。お、ブレイドとファイズでこんな音だったか。で、次がエオー。あー、はい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 。で、次がカード、あ、違う、カブト、響き、ブラック、アマゾン。はいはい。で、次が、カード復活音、劣化大残党。あ、炎の音声が入ってますね。で、最後が、世界移動音、カーテンですね。あ、カーテンいいね。カーテンだけ流したいときどうしたらいい？カーテンの移動音だけ鳴らしたい。まあそれは7音ループさせて鳴らしてくださいってことですね。はい、が基本的な音声遊び。あとは変形して遊ぶって感じですね。他はここ単押しでカードの突き出し音と裏返し音って形。他は特に個別の遊びはあとコケって感じですね。あとカードロックがあってって形ですね。一回カードは抜いておきましょう。じゃあ実際に変形遊びをしていこうかなと思います。変形遊びは単純、ここにね押せるボタンがあるので押しながら、はい、これで変形完了。まずグリップとここの部分変えてない状態で、デラックスと同じぐらいのサイズかな多分。で、変身モード状態なんで、あ、違う、セリフモード遊びなので、つかさの音声が鳴りますね。こういう感じで。そう、なんかこう、5箇所にね、ブレるよね、手の部分が。なんで、物理的にブラします。はいはいはい。で、これを、劇中さながらのサイズにするときには、ここを、こちらのグリップに、取り替えて、うわ、長くなった、すごい。ほら。大きくなったね。まあ、そりゃそうよね。サイズ感としてはこれぐらいの差があるんで、これがいいね。で、次にここの部分を回して取って、このグリップを、こうか。入れて、回す。カチッと。おー、ここが長くなるだけですごい銃っぽくなるね。これを普通の音だとハーが鳴らないよね。おー、でも音声としては1個かな。長押しすると連射。単押ししてもね、ちょっと連射しちゃうって感じ。それ以外の遊びは、あ、ここのボタンは生きたまんま、うん、生きたまんま、まあ、基本の遊びは打って遊ぶって感じかな。他のボタンは生きてるけど、まあ開けたって意味ないしね。おー、なりきるのはでもすごいね。このグリップが長くなるのと、ここのおかげでね。おー。あと、この変形音が入ってるのがいいね。で、あ、そうそう、ここにね、このパーツがあれば、あ、こうか。
このパーツがあればこういう感じでねぶら下げておけるって感じで、今ちょっとベルトあっちにあるんであれなんですけど、はい、こんな感じで、ここをねグリップを取って元に、ああ落としちゃった、よいしょ、ここをね元に戻して、でこの状態でここね変形機構がなくなっちゃってて、これ押しながら上に引っ張るとこうやって取れるみたいな、こんな感じで、本来は昔はここにね爪がついてて、こうカチャンカチャンって広げる感じでね、刃渡り多分これぐらい、刃渡りって言い方はあれだけど刃のサイズ的にはこんなのですねだったんですけど、それがねだから本当これがただ伸びただけの大きさになるんだけど、それがこれを取り外してこれを刺します。あ、がっちりちゃんとはまるね。でその状態で、はい、このサイズですよ。え、やばくない？いや、こっからね普通にこうやったらね、ほら画面ぐらいまで届くの、こうやって。ただあ、やっぱり補助パーツないと怖い。あ、なったの。ほら、そう、こういう風になっちゃうから、ここはね、補助パーツつけましょう。これが補助パーツね。補助パーツを、こんな感じで、つけます。あー、でも補助パーツつけてもね、ちょっとやっぱり不安定さはあるかな。ちょっとこう、ブンブン振り回すのは怖いね。あ、でもね、いいね。こうやりたくなる。こうかな。もう手切れちゃうでしょっていう、あれ。その音もね、入ってます。長押し。うわー、すごい。これいい。めっちゃいいじゃん。まあ、で、あとは、って感じの、剣撃音が2音入っておりますね。いやー、ただね、この長さは圧巻。でね、一応ここが軟質にはなってます。って言っても、刺さったら痛え。子供に遊ばせるにはね、怖いね。まあ、もともと CSM って大人向けのアイテムなんであれですけど、もし子供がね、これで遊びたいって言ったらめちゃめちゃ危ない。普通に刺さる。痛って。全然痛い。って感じの軟質。まあやっぱ、それは当たり前なんだけど、大人向けのアイテムって感じですね。いや、この長さはすごいよ。だって私が持って、このサイズだからね。楽しい。昔のね、チャンバラごっことかね、おもちゃでしましたけど、あの時はね、大レンジャーの剣で遊んでた気がするな。キバレンジャーの持ってる剣、逆子のね、ついてる剣で、乱れ山彦とかってなるんだよね。あれで遊んだ記憶はあるけど、本当にそういうので昔遊んでたから、こう、弟とね、一緒にこうやって、弟がね、ハリケンジャー世代で、手裏剣じゃだったかな、バットにもなる剣と、私はその乱れ山彦のね、キバレンジャーの剣を持って一緒に遊んだ記憶がありますね。あと、B ファイター、カブトちゃん、B ファイターの時かなの、銃にくっつけられる上の部分の剣ね。これぐらいの、短剣みたいな状態のやつなんだけど、あれで遊んだ記憶あるね。いやー、なんかね、ちょっと子供の頃を思い出すなってぐらい、夢があるというか、ロマンがあるというかね、こんな、本来ね、この大きさでね、多分、これぐらいなんだよ、昔のデラックスのサイズって、ここぐらい。が、こう、大人サイズになると、このサイズになるんですね。ちょっとね、ここが、ロックが甘いかな。なんかちょっと、
擦れそう、この延長グリップの部分ね。延長をさせてでもよく見たら見えるけど、よく見ないとね、意外と違和感ないです。まあこうやってね、近くで見るとあるけど、こうやって遠くでこうやって置いてあったりしたら全然気にならない感じ。うん、いいねこれ。このままこうやってブスって刺したいね。でこうブスって刺して、でこの状態で振って剣外して、あの必殺キックとかね、あとはこうハイパー、じゃコンプリートフォームだったらピッてやって、ピュッて召喚して、召喚してきたやつを出した後にブスって抜いて、その剣でねこうやってハーみたいな感じの遊びとか、いやーいいねこれ、ちょっと興奮しておりますめちゃめちゃいいよこれ。いやー感慨深いね。で戻しましょう。この剣はね、普通にここ押してグッて上に引っ張ると抜けるんで、抜いてもこの長さだからね。この状態でこうやってバンバンってやっても、バンバンってやったらダメ、危ないそしてここの部分の補助パーツをロック外したいんだけど、あれですね、変身とかこのボタンの部分どうしても押しちゃうね。はい。で、パーツを取ってこの状態で戻してやって、あ、戻しちゃダメだ、まずこれ取らない、これ取ってこっちの方に変えて、でこのパーツも上から入れてあげて、はい、これでライトブック。いや、いいねこの状態でさ、司みたいにこうやってスッて、で、パターン、ペシンみたいな感じもできるし、まあでもこれをこうやって開いてる状態っていうのはあんまりなかったかな。こう、ヒューンって戻って、モータロス、行くぞみたいな、モータロスだったかな、なんとか行くぞみたいな感じで、で、パターンって閉めて、カードをこうやってかざして、ファイナルアタック、ファイナルフォームライドって感じで入れたりね、する感じ。いやー、いいね、これ。いいものを買いました。あ、そうだ。セリフモード状態の剣の音やってないね。通りすがりの仮面ライダーだ。剣の音は。フンとハーだね。うん。そこは変わらなさそうです。こっちはハ、ハーだね。いいね。この変形音がたまんない。はい、ということでね、本日はこちらの CSM モディフィケーション、ライドブッカーのご紹介でした。いや、いいものを手に入れましたよ、これ本当に。最高ですね、これ。しかもね、外箱もね、かっこいいし、この剣の長さですよ、もうたまんないね。最高すぎてもう言うことないよ。いやー、買ってよかった。ディケードは大好きなのでね、本当に買ってよかった品だと思います。まあね、しばらく CSM だったりは届きません。新しいこういうおもちゃも届きませんので、しばらくちょっと新しい遊んでる動画っていうねものは出ないと思うんですけれども、また何か買ったりしましたら、あといただいたりとかしましたらご紹介していこうかなとは思います。ということで、ね、本日はこちらもコンプリートセレクションモディフィケーションライドブッカーのご紹介でした。ということで、以上リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。